どうもこぶらです。今回はアポカリプスなどで入手できるものについて紹介いたします。こちらに関しては情報が出ましたんで、こちらの武器、リパルサーについて紹介していきます。それでは、リパルサーの武器性能なんですが、ダメージが72、RPS が1.9、マガジンが6、有効射程が25メートルで、 射撃減衰範囲が 75m 最大弾薬が42でクリティカル率が10%弱点ダメージが115%気絶が0%リパルサーの武器の説明に関してなんですが連射力が高いが威力は低い3段兵器構え続けていると精度が徐々に増していくこういった武器となります 武器モッドであるバニッシュ。4秒間敵を別次元へと消失させる投射物を撃つ。消失した敵は期間後8秒間、リパルサーの通常攻撃によって受けるダメージが1.25倍増加する。強力な敵に対しては、別次元転送効果は発生がないが、リパルサーのダメージは増加します。 動画をご視聴いただきありがとうございました